はい、今回も相場解説いってみましょうか。まあ、倍の戦略を取ったわけですけども、あれからいかがだったでしょうか。早速画面を切り替えて見ていきます。ね、今週は倍の方に突き抜けると、こちらです。思ったんですけどもね。9月27日、昨日の相場解説の後、夕方18時ですけども、ブレイクポイントが図のように現れてますね。もう見ればお分かりだと思いますけども、N を書くように上昇しているってことでございます。倍戦略。もうこれほどね、一方的な、右肩上がりトレンドはないですよね。あ、ちなみにこれ1時間軸ですよ。ここから一方的にガーンと進んで、降りちたとしても、ブーンとね、押し目にしすぎない。押し目を作ってどん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 上に行く。そして黄色いゾーンを支えに、伸びて伸びて伸びていくと。で、ここで折れ曲がってまた、ここ矢印を横線に書きましたけどね、110円の770で、抵抗を作って、またここを突き抜けたわけですね。これが昨日の18時です。はい。この時の価格が110円の896ですけども、だいたい110円の770で初心者の方はエントリーしたと思います。上級者はここで入ってます。110円のおおよそ500で入ってますね。上級者の方は。がっぽり30ピップス、もういけてますね。でも、これは序の口なんですよ。続きを見ていきます。これは今日です。9月28日のデイリーですけども、ほら、一方的に陽線が出てるでしょ？横ばいの後、ブレイクした方向に移動平均線はかなり広く開いてます。だからひょっとしたら、この水準まで上がるかもしれませんよ。111円の560までね。だからあと 0.5 円ですよ。まあまあ、でも、あまり過信しないでおきましょう。4時間です。4時間も一方的に右肩上がりのトレンドが見えてますね。黄色いゾーンも虚しく、ここの力点を破られて、ここの力点を破られて、W は右辺が強いも、もう、随分前のことですね。W が右辺が強い。こう来て、こう来て、W 作って、こっから一気に突き抜けましたね。バスンとぶち抜いて、バスンとぶち抜いて、ここまで来ちゃったんですね、ダブルがね。で、一気に、この力点も、通り抜けちゃったわけですけども、今ね、何もない、無風状態、未知の領域まで行ってます。110円の950まで伸びました。で、一瞬111円台まで入りましたよね。ここ。さすがに、売り戻されましたけども、また、111円の方向に向かってますね。で、1時間の方見ていきますよ。もう1時間が一方的なんだ、これ。ねえ、すごいですね。110円の952。この辺でうようよしてます。まあ、ですんで、横ばいに入る可能性もありますけども、まあ、でもね、それはロスカットを食らった後で考えればいい話なんですよ。まさに、エントリーはバイで、取りっぱなし、ポジション取りっぱなし。ポジション持ってない方は、こっからでもいいから入る。それにつきます。はい。まあ、今日お話したいのは、とにかく買えということですね。本当は昨日の時点で買わないと大きな利益は取れませんよ。でも、昨日の時点で、倍で入れた方っていうのは上級者、もしくは中級者の方になります。私は当然、根っこから入ってますよね。で、今に至るわけなんですよ。もう50ピップス以上取って、バンバン台ですよね。追撃ももちろん入ってますからね。だからまあ、10万円前後の利益がこの1日2日で取れるってことになります。ただ、初心者の方とか自信がない方は、ロットも低いでしょうし、入るのがなんせね、やっぱブレイクした後になりますから、ブレイクしたのを確認して上昇で、倍で取ってますと思う。バッと取ってると思いますんで、あんまり利益ないと思います。ただ、今回の相場解説は、これほどまでに分かりやすいことなんですよっての、これだけ印象に残っていただければと思います。もう、完全に右肩上がりのトレンドできてるでしょ。あれを私は根っこから、もうね、元々の根っこから入ってるんですよ。109円の170あたりから入ってるわけですから、莫大な利益が今月は取れてるなと思って、わっはわっはのね、9月でございます。いいですか？ここで、格言を思い出してください。昔言った格言を。その通りになるってわけじゃないけども、6、7、8月は相場が、いわゆる冷え込むんですよ。控えめになるんですよ。で、9月に帰ってくるんですよ。ほらね、9月に帰ってきたでしょ。すごいでしょ。で、これは私の考えすぎかもしれませんけども、暗号通貨からの資金が、ドルや円に今交換されたからこれが起きてるんですよね。特にドルに交換されてます。まあそういう風に感じてますね。暗号通貨の方は、だだ下がりだったでしょ。で、その反対でこうやって、ドル円の動きがしっかりしてるものになってるわけなんですよ。だから、その辺ね、決済した方が多いんじゃないかなと思ってますけどね。これはわかりません。私の
まあ、妄想でございます。裏付けはありません。感覚です。まあ、言えることは、これほどまでに右肩上がりのトレンドがしっかり出てるのに、これで倍に入らなければ、もうエントリーするときないですよ。うん、以上です。では、いってらっしゃい。